こんにちは、竹浦です。今日はこのブーツですね、スキーのブーツの、保管方法ですね、について動画を撮ってみたいと思います。はい。でですね、このブーツに関しては、シーズン終わりの保管方法と、あとは、まあ、その日ごとですねの保管方法っていうところがあると思うんですけど、まず、1泊2日とかで滑りに行った時、次の日、まあ、ブーツが、まあ、ちゃんと乾いてなかったりするとすごい履きにくかったり、まあ、滑ってて気持ち悪いですよね。そういう、まあ、普段の保管方法っていうのを先に、ご紹介していこうと思うんですけど、まずはですね、滑り終わったらこのブーツからですね、このブーツからこのインナーを外してほしいですね。はい。で、外す方法なんですけど、このシェルありますよね、後ろ。あとこの中のインナー、こうやって今こういう取っ手が、はい、これついてる、場合もあるんですごくつかみやすいんですけど、これない場合は、この後ろですね、ここを持ってもらえれば大丈夫です。インナーの後ろで、シェル、ここのシェルをつかみます。でこのインナーの後ろをつかみます。で、ここのブーツ後ろの方を押さえつつ、このインナーを前にこうグッと押す感じですね。そうするとこうやってスルッとインナーが取れます。はい、取れました。でシェルの方は、このまま保管ではなくて、ちゃんとバックルをこう締めてください。はい、あんまりこうきつくじゃなくていいです。このシェルが広がらない程度ですね、こういう感じで、はい、締めてもらえれば大丈夫です。で、パワーベルトはパワーベルトで、締めておくと。はい、ちょっとこれ僕の特殊なタイプなので、普通であれば、まあ、マジックテープでベタッと止めるだけだと思います。はい。で、これなんでバックル締めるかっていうと、これ締めないとこのままシェル自体もプラスチックなので、だんだんこう広がっていってしまうんですね。で形がまあまあ崩れてしまうので、なるべくブーツを長期間ですかね、1日だとしても保管するときには必ずこのバックルを締めておいてください。はい、っていうのは、結構大事なんでやっていただいた方がいいかなと思います。はい。で、まあ、このシェル自体は乾燥室にそのまま入れていく、まあ、乾燥室があればですねに入れていただくのがいいのかなと思います。ちゃんと乾かした方がいいですね。で、こっちですね、このインナーの方、出したインナーの方、できればこの中にインソールとかこうやって入ってると思うんで、あ、こいつ今スルッと出しちゃいましたね。はい、まあ、これはまあそんなに難しくないと思うので、中入れてかかとの方から取るだけになります。よいしょっと。はい、まあ、ちょっと僕はこのバランスプラスっていうインソールを使ってるんですけど、自分の足型に合ってるタイプですね。はい、これを、取り出して、で、これが結構重要なんですけど、このインソール、自分で作ったタイプのインソールに関しては、ブーツと一緒に乾燥室に入れてしまうと、ちょっと暖かいところであれば形が変わってしまう可能性があるんですね。溶けてしまって柔らかくなってふにゃーっと形が変わっちゃうんで、せっかく作ったのに、形が変わってしまうともうすごいもったいないので、これは、出したら、例えば自分が寝る部屋とか泊まる部屋ですねに、そのまま常温のところに置いといてください。それだけで全然大丈夫です。乾くと思いますので、まあ、濡れてる場合はちょっとタオルで拭くとか、そのぐらいの方がいいかなと思います。はい。で、これもですね、まあ、基本的にはあまり乾燥室とかに入れない方がいいのかな。暖かすぎるところに入れると、今のこのインナーっていうのが結構形状記憶というか、足にある程度こう形が合っていくタイプのインナーっていうのはすごい多いので、これもそのまま、乾燥室に入れてしまうと形がまたちょっと変わってしまう可能性があるんですね。なのでできればこれも、暖かすぎない、泊まっている部屋とか、に置いておくのが一番いいかなと思います。常温というか、はい、通常のところで乾燥させるという形ですね。はい。でこうやってしっかり出して、まあ、そのまま置いておくだけ全然いいと思うので、出しておくのがおすすめです。はい。で、ちょっと難しいんですけど、これがですね、まあ、慣れてしまえば全然簡単なので、
ブーツインナー入れる方法ですね、まあ、バックルを普通に外しますで出したインソールですね。これ忘れないでください、ね、入れるの入れないで滑るとすごい気持ち悪い感覚になってしまうんで、はい。で、まあ、出し方も入れ方もその人それぞれでやり方、まあ、慣れてきたら決めていただいていいと思うんですけど、僕の場合は、まずこうやって入れます、はい。そしたらですね、ここのシェルですね、シェルのここの2つ前のところこうやって指で広げてあげるんですね、はい。広げてあげて、ここのかかと、これかかとがしっかり入っていかないと入れづらいので、で入れるときは一気にずるっとこう、まあ、このブーツの形ですね、形に合わせてスルッとこう入れる感じで押していく感じです。やってみます。ここからちょっとごめんなさい足の上でやってるので、はい。である程度入ったらここから手でいってもいいです、はい。インナーの中に手を入れてグッと押し込む感じですね、はい。で柔らかいインナーとかだとつま先の方がちょっと曲がっている可能性があるので、こうやって手を入れて確かめてみてください。ちゃんと曲がっていないかなと、まあ、足を入れてしまえば分かると思うんですけど、はい。こういう感じですね、はい、はい。でこれで、完成というか、はい、履いていただければ、大丈夫です、はい。で、あとは、まあ、これが、普段の保管方法というかブーツの扱い方になるんですけども、シーズン終わりですね。シーズン終わりっていうのが、結構重要で、結構春になるとスキー場に流案っていう撒くんですね。雪が溶けてきて、例えばリフト乗り場とかと人がすごい通るので、雪がどんどん削れてしまって下の土とか出ちゃう。でそこに雪をしっかり撒いて、で流案っていう雪が固まる素材のものですね、を巻いて雪が溶けないようにするという、で、皆さんがちゃんと滑れるようにするっていうものなんですけど、その流案自体が、まあ、例えばスキーもそうなんですけど、エッジがすごいそのまま保管しちゃうと錆びちゃうんですね、流案がついたままだと。なので結構春だと皆さん滑り終わった後にスキーをこう水でシャーシャー洗ってると思うんですけど、その流案をそうやって水で落とすんですが、ブーツに関してもちゃんとその流案っていうのを落とした方がいいです。見た目ではそんなわからないので雪に溶けちゃってるので、なので、まあ、洗い流す時も、これですね、インナーをこう取ってで一応ですね、中にこうプラスチックの、はい、こういうのも入ってるんです。なのでこれもできれば取った方がいいかなと思います。でこの状態で、まあ、バックル開いた状態でいいので、ビスをバシャバシャこうかけます、はい。である程度洗ったら、まあ、これも全部洗って、でインナーだけはですね、インナーこれはやっぱ濡らしちゃうとあまり良くないので、はい、これはまあ軽くこう拭くだけでいいと思います、はい。インソールとかも、ね、拭くだけでいいと思うので、これは常温で保して、こちらは、よく乾かしたら、ちゃんとここですね、バックル、はい、先ほどもやりましたが、このバックルを締めてちゃんとパワーベルトですね、これを止めてこの状態で保管をしてください、はい。シーズン、オフになってこのバックルをですね、締めないで保管すると結構大変なことになります。このシェルがもう本当にガバーッとこうガーッと開いた状態で形がこうやって ついてしまうので、ちゃんとこうやってバックルを締めてで保管するようにした方がいいかなと思います、はい。ということで、今日は保管の方法でした。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。